1年半前にご飯食べてる時に要するにジャーナリズムにおいてどこまでテレビ局で言うべきかと、私が MX テレビの論文の淳との番組、淳と高橋を週刊リテラシーを下ろされたいきさつなんか話をしてたら、玉川さんがこう言ったんですね。上杉さんはね、お盆の縁を出ちゃうんですよ。ちょうどね和食食べたんですよ、料亭で、でお盆の上に出してきたんですね。で上杉お盆の縁出ちゃうから使いづらいんだよって言ったんですよ。玉川さん、僕はねお盆の縁わざと出てるから、だってこれ誰かが出ていかないとお盆がどんどん小さくなってるんですよって、日本の言論空間は。そしたら玉川さんなんて言ったかというと、いやダメだよ、僕なんかね会長とかね、僕はいつも彼らと会食しながら自分がどこのポジションにいてお盆の縁をきちんと見ながら出てるんで、上杉君みたいに何でもかんでも言っちゃうタイプじゃないからと言ったんですよ。これ嘘じゃないから、玉川さん見てたら間違えてたら言ってください、間違えてないでしょ。つまり自分はそういう風に社員だからお盆の縁を歩いてんだ、言ったのに今回言っちゃったってことは、自分がお盆の縁からこぼれていた時にどうなるかってことは分かっててやったんだから、それは自己責任ですよね。まあだから分かってやってる人なんです。言葉遣い違うけど、確信犯っていうの、これ使い方違うけどね。まあ、だから地上波の人間